しばやん企業案件大募集しています。次は製麺屋さん選手権を開催したいと思います。しばやんにうちの麺を食べてほしい、こんな面白い麺がある、あとしばやんのフランチャイズにおろす麺をおろしたい、そういう方はね、ぜひ概要欄に貼ってあるしばやんの会社のホームページの問い合わせ欄から製麺についてという件でお問い合わせのほどください。必ずね、麺の種類とあと値段も送ってもらえると助かります。あとしばやんが個人的に募集しています、水道トラブルの会社さん、エアコン業者さん、そしてうちこんな業務用のめちゃくちゃいい掃除機ありますぜという方いらっしゃいましたら、そちらも概要欄のホームページからお問い合わせのほどお待ちしております。実際ね、使って内容良ければそれも僕の YouTube で公開したいと思いますので、ぜひたくさんのご応募お待ちしております。事業者向けのチケットっていうのじゃなくて、全然ちゃうやん、失った。あ、よかった。前のなんなんあれ、ぶっちゃけ前めっちゃ美味しくなかったのかな。前のなんなんあれ、前めっちゃ美味しくなかったのかな。大体みんないらんことして買い出し入れてみましたとか、三笠鶏玉ラーメン作る情報量めっちゃ多いな。はい、ということでまだまだやってまいりました。前回ね、僕の YouTube でケチョンケチョンにやっちゃったので、あれからどうなったんかなっていうこと、僕自身もすごい気になってたんでね。あと桑田さんのねチャンネルの方でもちょいちょい出てはって、そちらの方も僕も見てたんですけど、一旦どこまで改善したかっていうとこと、売り上げがどうなってるかっていうのね心配なんで、いろいろ聞いていきたいなと思ってます。そして今日はオンラインサロンメンバーもね撮影に同行しております。サロンメンバーになればね、こういう撮影の裏側とかそういうのも見れるので、ぜひサロンに入っていただけると学べると思います。そして鬼の二日酔いでございます。今食べれるのかっていうところなんですけど、こういうね二日酔いの時でもちゃんと分かるように濃度計は今日は持ってきてますので、いろいろやっていきたいと思います。ということで行きましょう。田中さん、久しぶりです。お久しぶりです。あれからどうですか。スープから全部見直して、うん、ご指摘いただいた部分は、自分なりにできるところは改善して、うん、ラーメンだけに絞ってやっております、うん、醤油ラーメン一押しで、リパイタン醤油ね、はい、メニューを変えたんですね。まあすごい分かりやすくなりましたね、うん、前回まで梅ご飯だけだったものがチャーシュー丼とか卵かけご飯とか、うん、種類も増えたんで、丼物メニューも増えてったかなと、うん、いいじゃないですか。僕のオンラインサロン入ってないでしょ。ちょっとまだ修正しきってない。え、公式ラインは入ってるの。公式ラインは入ってます。公式ラインね、入るだけでも結構な得点もらえるでしょ。はい、見ました。見てます。絶対見てへん。しっかり見て TTP した人はほんまに売り上げ上がってるんで、はい、ぜひねその辺もやってもらえたらなと思うんですけど、とりあえずラーメン食ってみたいんで、食えるかわかんないですけど、桑田社長も食べてて、はい、濃度上がったみたいな感じのことも言ってたし、はい、盛り付けもねすごい前よりか綺麗になってるし、本当にちゃんと実践されてるんだなっていうの伝わるんですけど、麺はこれ縮れ麺とストレートっていうのは前も選べる感じだったっけ。いや、前までは太めの縮れ麺のみだったんですけど、うん、まあ、今検証段階としてちょっと一旦やってみてるっていう感じです。なるほどね。ストレート麺もちゃんぽん麺というちゃんぽん麺の麺、はい、おー、正直麺は前から気になってて、でもこだわりがあるんですよね、その黄色い縮れ麺のしてる理由は、はい、何なんですか。三笠の名産物を作ろうっていうところから出発してるので、うん、札幌の方からして一番認知度高いのって多分西山製麺だったので、まあね、そこは切り離したくないなと思ってたので、今回逆にあのスープの方が濃度が上がって、うん、まあ、太い麺にも負けないスープになったので、うん、麺は当時とは変わってないです。なるほど、それはやり通したんやね。ここはちょっと譲れない部分です。怒ってる？あ、怒ってないです。鶏白湯醤油の縮れ麺とストレート麺両方もらっていいですか。はい、ありがとうございます。スープ、はい、色がだいぶ変わったね。そうですね、ドロッとした感じ。とろみ何でつけてるの。いや、もう鶏を砕いていくだけで勝手についていってます、僕自身がちょっとラーメンを作るのが久しぶりになってしまって。なんで。基本今は試食がメインになっちゃってて、うん、あー見た見た。あれ味見のやり方見ててんけど、はい、具材入れて食べた方がいいよ。麺とスープだけやとお客さんが食べる味じゃないやんか、うん、しっかり全部入った状態でやった方がいいかな。じゃないとねお客さんと一緒の気持ちになれないので。ここで1日今どれぐらいなんですか。来客数は40名ぐらいです。平均で売上でいうといくらでした。80から90ぐらい。損益分岐点ってなんぼなの。65です。そんだけの売り上げでもある程度利益は出てるってことね。まあ成り立つっちゃ成り立つっていう感じです、ね、目標は120ぐらいです。1日13,000足りない。
来客数でいうと1日15人ぐらい増えればもっと余裕が出るよっていうところね。はい、その15人の増やし方を教えてあげましょう。あっつ鶏白湯醤油、醤油です。前よりねだいぶ彩りは良くなって赤をしっかり入れてるんで締まりますよね。じゃあまずどれぐらい変わったか全然ちゃうやん。美味しなった。あ、よかった。前のなんなんあれ、ほんまぶっちゃけ前めっちゃ美味しくなかったからな前の動画ねちょっとかわいそうやなって思ったんであんま言わへんかったけど、もう今言っていいでしょ。いや、もういいです。前はやばかった、マジで。できんじゃん、やれば。 8.1 M が 1.7 こっちが縮れ麺ね。なるほど。次はストレート。こっちはだからちゃんぽん麺の麺ってこと。ちゃんぽん麺の麺。へえ。そうですね、はい、じゃあもちもち麺いただきます。うん、なるほど。あえて今何も言わないです。僕だけの味覚やとねあれなんで、サロンメンバーに食べてもらいたいと思います。チャーシューいただきます。前は豚バラなかったもんね、うん、鶏チャーシュー。これは前と一緒。そうですね。うん、いいね、しっとりしてて。いっせーので、で、縮れ、ストレートって言ってね。いっせーので、ストレート、縮れの人。おお。え、縮れ、縮れっす、一応。3対2でストレートの勝ち。何の価値か分からへんけど、前のスープやと縮れ麺はちょっと微妙かなと思ってたけど、濃度と粘度が上がってる分縮れ麺も馴染みやすいかなと思ったけど、まあ僕はストレートの方がより馴染むというか、そういう気がしたんで、これもねお客さんも楽しみやと思うんでやってたらいいんちゃうかな。茹で時間をもうちょっと長くしてもいいかなと思った、うん、どうしても麺って硬いとこうスープが乗らないかな。ちょっともちもち感出した方が麺がこうスープを引っ張ってくるっていう表現するんだけど、それが出るんでいいかなと思いましたね。今ので880円。はい、いやでもよかった、なんか嬉しいよかったです、ほんまに。オペレーション的にもやっぱりもやしをなくして、うん、水菜、ネギが全部に乗るようにしたので、うんうん、その分そつなくオペレーションは回るようになった、うん、軽なるわね。あのもやしもやばかったもん。いや、あれはちょっとすいませんラーメンをやりたいけどお金がない、人脈がない、経験がない人におすすめの独立支援、まだまだ募集中です。現在芝園の会社ではね、約10名の方が今この独立支援のプランで働いてくれています。で、内容としましては、1年間芝園の直営店で働いてもらいます。で、その1年間働いた上で8割の社員から何々ちゃんやったらもう独立していいよっていう OK がもらえる。そして2つ目に芝園から あなたやったらもう独立していいよっていう OK をもらえる。この2つの条件をクリアすればなんと300万円プレゼントします。その300万円を元手に地元でオープンする、それも OK です。それ以外お金の借り方や運営の仕方、そういったノウハウも芝園が直接お伝えしますので、めちゃくちゃいい制度になってますので募集の方お待ちしております。ぜひ働いてみたい、話を聞いてみたいという方は概要欄からチェックのほどよろしくお願いします。マイナスからのスタートやったからだいぶ変わったよね。変わりました。この前の何やってんみたいな。あの後お口直しでラーメン食べに行ったもんそれぐらいちょっと衝撃的やって。でも本当だいぶ変わったし、あの辺もねなんかいろいろ貼ってこう賑やかさ出してやってるのも偉いやん。麺の種類は少ないので、おすすめのセットメニューだったり平日にすごくよくご来店いただいてる方で、サラリーマンの方が多いので、うんうん、今日は味変したいなみたいな時、平日は通常メニューと同じ880円で食べれる、油をチー油じゃなくシャー油にしたやつとか買い出し入れたやつっていうのを追加で作ってみました。あんまいらんかな順番っていうのがあって、はい、QSC やる、次の優先順位としてやらないといけないのは一番商品を作る、うん、今一番商品が決まったわけか、鶏白湯醤油っていうものが。ここをさらに良くしていくっていうのはもちろんやり続けないといけないし、ってなった時に大体みんないらんことして買い出し入れてみましたとか、別にそれは否定はしないけど、それやるんやったらもっと QSC 上げれるとこあると思うから、うん、それ上げていく方が俺は大事かな。スタッフ教育もそうやし、お店をきれいにするもそうやし、そっちにもっと力入れていけば売り上げ伸びると思うし、さっきね札幌のサロンメンバーに聞いたらここの場所がやばいと、来ない、うん、来ないなっていう。でも俺の直営店は来ない場所にあるからね。でも繁盛したん
じゃあそれ何したのって言ったら、飛び道具使ったわけでもなくて、本当に現場に毎日立ち続けて、俺が QSC 上げてやった結果、テレビの人が来てくれて認知が広がって売り上げもバコーンって上がったっていうところやから、目的来店のお客さんを捕まえるのはここの場所って結構しんどいと思うんだよね。前来た時雪降ってたからあんま何も思えへんかったけど、今日来たらまあ駐車場も入りにくいし、歩いてる人もいないし、メインターゲットはだから車の人やもんね。はい。ってなったらなおさら、うちの直営店もそうやけど、場所クソ悪いよ。車止めるとこもない。でもお客さん毎日いっぱいね。だいたい1日150人200人ぐらい来てくれてんの。なんでそんだけ来るのって言ったら、もう目がけて来てくれてんの。だからそれぐらいになるためにも、今日食べて美味しいって言ったけど、もっと美味しくできると思うし、もっと良くしていくっていう方に力を入れてほしいから、買い出しとか手を広げるのはちょっと今はね、はい、うん、それが繁盛の法則みたいな、僕の中ではね、うん、基礎基本をまずやるっていうところが大事かなと思ったので。ご飯物も前食べた大判唐揚げでかすぎて割り箸が割れるというあれ一つだけ言いたいんです。コメント欄で切って提供しろよみたいなのがあったんです。あれ、あの切るか切らないかを聞いて、切らないで出すことになって出しただけだったじゃないですか。4カットで通常出してるんです。あ、そうね。そうです、そうです。あ、ほんで俺が切らんといてって言ったんや。そう、なんか途中の方がガツンとするかなと思って。あ、すいません。いやいやいや、とんでもないです。ほんで怒ってるの？いや、怒ってないですけど事実をちゃんと伝えずにやってるのよ。すいません。で、今なんで唐揚げの話したかっていうと、はい、ご飯物で唐揚げセットっていうのを作った方がいいんじゃないかなと思って。メニュー表に添付できなくて、うん、ラーメンとチャーシュー丼と唐揚げのハーフ、それもいいねんけど、はい、ここにちゃんと鶏白湯、唐揚げセットとかセットメニューをもうちょっと増やした方がお客さんのその楽しみは増えるかなと思ってて、売りの部分でもあると思うから、やりたいんやったらちょっとでもね、お客さんに味わっていただくっていう部分でも必要かなと思ったんで。で、あと1日15人呼べば経営はちょっと楽になるっていうところね。楽にはなりますね。どうしていきますか、あと15人増やすために。今ミカサで実践し始めてるんですけど、うん、コアな層に向けて発信してて、うん、事業者向けのチケットっていうのをやってて、ああ、ほうほう、事業者さんにチラシ1枚と5枚ぐらいチケットを置いといてください、うん、このチケットを持って従業員さんがランチ食べに来たら大盛り無料とか、うん、トッピングサービスしますよとかっていうサービスを受けれます、うん、いいやいいやいいや。で、食べ終わったらそのチケットまた戻してください、これはずっと使えるんで、この会社にいればっていうのを各事業者に今やってる。素晴らしい。実際それで増えた？増えてます、増えてます。現状3社しかできてないんですよ、ミカさん。でも1日2名ぐらいはこのチケットを利用するお客さんがいるので、うん、いいよ。札幌も同じことをやろうと思ってて、うん、今スタッフにランチで来たお客さんがどこの会社の人なのかっていうのをロゴとかで分かるところはそこで見て、分からない人で話ができそうなタイミングで話をして会社様を聞くとか、あとはそこに当てはまるところにアポを取って渡していくっていう作業をしています。地図見てんねんけど、近くに札幌大学あるやん、そこにアタックはしたの？僕らが直接チラシを持っていくことは大学側からダメって言われてるので、大学生でうちでアルバイトしてる子が2人いるので、彼らにチラシを渡して今配ってもらってます。いいやいいやいいや。大学生来たら公式 LINE 登録してもらって、うん、スタンプカードとかもあるので、多分平均したら600円台ぐらいでラーメンが食べれるようになるんで、え、そんなん大丈夫？原価大丈夫です。安売りするっていうよりも、学生来たらさっきの大盛り無料とかだったり、まあ、ご飯無料とかに仕上げた方がいいかなって思ったね。大学生呼ぶんやったら二郎系みたいなの作ってんじゃん。今の鶏白湯の上に野菜増し増しにして、で上に味付け油って分かる、背脂の二郎系とかによく乗ってる、はい、あれをかけてあげるだけでそれを無料に仕上げるとかでやった方が、まあ、ああいう子らには受けるんじゃないかなっていうのは今思ったんで、そんなのもやりつつ、それで15人増えるかっていうと難しい部分ではあると思うけど、実際その新規とリピーターの比率はどんなもんなんですか？リピーターが今6割強ぐらいです、うん、平日にリピートしていただいてる方が非常に多いっていうところはあるので、うん、その人たちはなんで来てくれてんの？通勤とか取引先に向かう道中にいいところがあったっていう感覚で、うんうんうんね、あと本当にシンプルに令和のトラップファン、その辺のリピーターの来店頻度も上げるのも重要だと思うし、新規のお客さんも取っていかないといけないと思うから、まだそれはチラシだったり要はやっていくっていうことね、はい、うん、いいと思うねんけど、やっぱ気になるのは内装。
金ないからしゃあないけど、綺麗系によしたいのか、賑やかなラーメン屋さんにしたいのか、やっぱまだ中途半端なんですよね、うん、自分の中での決心がついてなくて、おスタッフの教育としてはどっちかっていうと元気系のやり方で今ずっと教育してて、うんうん、バトは合ってないかなって感じもするんで、うんうんね、うちの直営店の薩摩屋っていう家系のお店あんねんけど、あっこは居酒屋さんの人気で入って、で予算かけずにやろうっていうのでやってるから、カウンターも前のまま、椅子も前のまんま、全部あるもん使ってやってるね。でめちゃくちゃ賑やかにしてるの。その結果元気がもらえる店みたいなんで、でスタッフもすごい元気がいいし、どないにせよコンセプトっていうところは決めた方がいいかなと思うから、中途半端かなっていうのは思ってますね。お客さんってそのラーメン一杯だけ食べてまた来たいって思うんじゃなくて、総合的な体験、お店の雰囲気だったり元気よさだったり、スタッフがお水を持ってくる時の声のトーンだったり、全てを踏まえてもう一回行くか行かへんか決めるから、そこがちょっともったいないなと思った。味がこんだけ良くなってんやね。どないにせよ賑やかさっていうのは作っていった方がいいかなと思うから、イメージとしてはなんか磯丸水産みたいな、めっちゃガヤガヤしてる、はい、楽しそうやから入って食べてもなんか楽しいやん、あの雰囲気が、はい、あれってそんなに内装費かかってないと思うね。キリンビールからもらった提灯吊るしてとかやってるから、石垣島の居酒屋のコンサル行った時もそういうの話してるから、まあそれ見てもらえたらいいかなと思います。まあ、なんせそんなね、お客さんの総合体験を売っていくっていうところを力入れてやっていく。結局そこでしか差別化できないからね、今の時代。ここに来たら普通のラーメン屋ってなっちゃうから、それやったらもう完全に賑やかにして、元気のもらえる店みたいにして、やればよりスタッフも元気になるし。で、その中で俺も毎回ずっと気になってるんだけど、三笠鶏玉ラーメン作る、うん。情報量めっちゃ多いな。そこ綺麗にまとめた方がいいかなと思ったんですよ。三笠もいらんし、鶏玉の玉もいらんし、この前もね、とある方と対談した時に言ってたのは3文字が覚えやすいっていうね、マクド、ミスド、スタバとか、この3文字のやつが結構店名としては覚えてもらいやすいですよみたいなね、話があったんで、だから作るだけの方がいいと思う。三笠ラーメンっていうのはもともとそのコンセプトっていうか、その三笠の地域活性っていうのがあったんで、ここは残さないといけないんで、今聞いてて思ったのは、スタバだったらスターバックスの略がスタバなんで、うん、じゃあ3文字で受け入れやすい名前を作れれば、うん、いや作らんでいい。結局外観で分かりにくい。上の看板が鶏玉ラーメンを作るっていう文字があって、で上りは鶏白湯ラーメン、そういうのも綺麗にまとめてあげるとお客さんも認知しやすいかなと思ったんで、本当でもそういう細かいことをやっていくことが大事。そうだから、うちで言うと文字のフォントとかも全部決まってるからね。割烹系だったらこのフォント、それを絶対いじらせない。そういうのを統一するのがブランドになるからね。その辺はね、ゆくゆくやった方がいいかなと思う。今後でもあれでしょ、いろんなビジネスやっていきたいでしょ。今お菓子屋さんもやってるでしょ。あ、そうです、うん、あと何やってるの。給料はもうちょっと上げてほしい。給料上げろ。そのためにやっぱラーメンだけじゃないし、居酒屋だけじゃないし、お菓子と両立させて。よう喋るな。表に止まってる車、車掌じゃない。シバヤンオンラインサロンメンバーまだまだ募集中です。YouTube ではアップできない約50本の動画が見放題、そして楽しいオフ会。サロンメンバーはラーメン屋さん以外の方も多いです。例えば IT 事業の方だったり、不動産の方、海外でお店をやられている方や、超有名なラーメン店主の方もサロンメンバーになってくれています。そしてオフ会に参加するとたくさんの仲間ができます。オフ会で仲良くなって、そのまま後日ね、一緒に飲みに行ったり、そこでお肉屋さんの紹介をし合って、お肉の仕入れが安くなった方もいらっしゃいます。あとサロンメンバーになると、島園の YouTube 撮影に同行することもできます。島園に直接質問し放題、島園特別価格での仕入れが可能になったり、島園の会社で使っている業者さんも使える可能性があります。そんなめちゃくちゃ楽しい島園オンラインサロンの入会は概要欄からよろしくお願いします。